収入印紙、収入印紙とは、国庫収入となる租税、手数料その他の収納金の徴収のために政府が発行する商標。租税や手数料の支払いの証明となる印刷物、紙幣であり、領収書や申請などの対象書類や対象商品に重付して用いる。収入印紙は略して、印紙と呼ばれる場合が多い。 世界で初めて収入因子が制度化されたのはオランダで1624年のことである。ただし、これは文書に型押し、エンボスを行って証明するもので印刷物、紙片の形態ではない。印紙税、スタンプデューティーはヨーロッパで誕生した制度であるが、当初は証書にエンボスを施したり、新聞に直接印刷して納税を証明していた。収入因子が 印刷物、紙幣の形態となるのは18世紀末のイギリスで、物品税の納付証明として、課税対象の物品に直接貼り付けられるように、考案されたと言われている。近代に入ると、収入消費をはじめとする、様々な印紙や消費が発行されるようになった。印紙、消費類の一種である、郵便切手は、郵便料金が支払われていることを証明するもので1840年に、 イギリスでよで、初めて発行された。英語では、収入因子は、レベニュースタンプ、郵便切手は、ポスティッチスタンプと言い,い、共にスタンプである。一般的には、収入因子と郵便切手は別のものとして発行されている。しかし、イギリスなど一部の国ではかつて切手と印紙に、共通のもの、兼用証紙が使用されていたこともある。切手収集では、印紙も、 収集対象とされる場合もある。収入因子は本来は領収書や契約書に重付して、因子税を納付するためのものであるが、申請書に重付して、租税や手数料の支払いを証明するためにも用いられている。後者には政府に対する各種許可申請の際の手数料、罰金、訴訟費用、不動産登記における登録免許税の支払いなどがある。各種国家試験。 司法試験、司法書士試験、測量士、測量士保試験、土地家屋調査士試験、公認会計士試験、税理士試験等の受験手数料の支払いにも利用されるが、外部委託により実施と国家試験、電気主任技術者、無線従事者、工事担任者等では試験合格後の免状等の交付申請の際に用いられる。 額面は1.25.1020.3040.5060.80100.1202100.300400.500600.10.20.30.40.50.60.80.100.20.20.0300.400.500.600.100 零円の三十一種類発行されている。手数料の額と同じになるように一円から用意されており、最高額は十万円である。飲酒税納付のための飲酒を誤って重布した場合は、剥がさずにご納付として、所轄の税務署に還付を請求することとなっている。一方、所定数料の支払いのための飲酒を誤って書類に貼った場合は還付の対象とはならない。また、 手数料の支払いの場合、重複する印紙の金額が納入すべき額と相違していると、不足の場合はもちろん多すぎる場合も、書類不備の意となるため、やむを得ず、手数料よりも多めの金額を張る場合は、申請者が書類にかおさむ承諾と手記通印しておく必要がある。ただし、余剰額は返礼されない。収入印紙は、郵便局や法務局、登記書のほかに、 収入印修理裁き所の指定を受けた店、郵便マークの下向き棒の左側に切手はがき、右側に収入印紙と書かれた看板を掲げている、購入することができる。一部のコンビニエンスストアスーパーマーケットでも販売している。印紙、小脂類の制度は西洋から導入されたもので、日本では1872年、明治5年に納税印紙が発行された。 ちなみに郵便切手は、その前年の1871年に発行されている。初期には民間の印刷職人が製造していたが、1876年に大倉省の印刷工場、後の国立印刷局が完成してからは、国が発行する印紙、少子類はすべて印刷局で製造されている。ここでは、現在発行中のものについて記す。 30円以上のものは桜のデザイン。30円から100円までは1輪。120円以上は3輪。咲いているデザインで上部に収入因子の文字が下部に額面がアラビア数字で記されている。1000円以上のものはそれ未満のものと比べてサイズが一回り大きい。同一デザインのものでも額面によって印刷色が異なる。20円以下のものは 中央に額面が関数字で記され、デザインは額面によって別々の模様となっている。偽造が後を立たないことから、2018年6月1日に交付された収入因子の形式の一部を改正する件、平成30年財務省告示第146号により、200円以上の県面で偽造防止技術を施された新デザインに付加され、 同年7月1日より適用と販売が開始された。新デザインの販売開始以降も、旧デザインは在庫が切れるまで引き続き販売され、使用も可能である。郵便切手が数多くの記念切手を発行しているのに対し、記念収入印紙は1973年に発行された印紙制度施行100年記念収入印紙20円が唯一である。 外観上は、収入因子に似ている各種の因子が存在するが、それぞれの因子は、収納先や目的が異なり相互に、互換性はなく、指定されている種類の因子を重複する必要がある。課税文書に、収入因子を重複してから文書と因子にまたがって、応印、割印、または署名するという行為。因子税法上は、因子を消すというを消し印という。 課税文書に重複した収入印紙を剥がして再利用する不正行為を防止するため法令で印紙を消す方法が規定されている。国内において事業者が行った資産の譲渡等について広く課税される消費税であるが消費税法第4条第1項郵便局やその他の売り渡し場所で行われた収入印紙の取引については消費税が枯れない。 同胞別表第14号位。逆を返せば、それ以外の場所での取引については、収入因子であっても、消費税が課されることとなる。もっとも、本体価格は、額面よりは安い。楽しく、ご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。